はい、ファンコイさんです。イエーイ。まあ、ちょっとお疲れのようですけども。大丈夫ね。もう謎の疲れがもう働かなきゃいけないんですそうなんです。待ったなしなんです視聴者さんから連絡をいただきまして、すごいあのレアなエフェクターを入手したから。入手、はい、ぜひちょっと紹介してほしいということで、これと思うやつしか出さないみたいなところありますから。まあそうだね、何でもかんでもではない。何でもかんでもじゃないですね、はい、で今日はちょっと視聴者様から、はい、とあるエフェクターをお預かりしまして。おい、僕全く知らなかったんですけど。そうだよね、なんか名前も知らないぐらいの勢いだったんですもんね。うん、何それみたいな、動物みたいな、これ知ってました？まあ、あの地味編が使ってるんじゃない？そういう感じ？オクターブファズといえばな感じだと思う。あ、そうなの？オクターブファズといえば、うん、これみたいな。これ確かあれじゃなかったっけな、中にトランスが入ってるみたいな感じじゃなかったっけな、これ自体に。確か、ちょっと忘れちゃったけどね。じゃあ、ということで登場します。はい、知りますか？木箱がもうオリジナルなんですか、これ。船とかでこう、エジプトからこう確かに、昔の感じじゃない。ちょっといいっすか。はい、まさか。なんかこれ外国の匂いがしないぞ。あ、でもするっちゃするか。なんか家に昭和の匂いが。まあそうですね、うん、開けて嗅いだり。開けて嗅いだり。あ、え、何。あ、これ外国です。これ外国ですか。はい。あ嗅いだ瞬間に、うん、あの博物館の倉庫みたいな。これやっぱさ、接着剤の匂いなのかな、うん、この甘い匂いって。ちょっとおしゃれだよね。いやー、おしゃれですよ、完全に。タイコブラ。これ箱もさ、うん、こんなちゃんとね、フィンガージョイントみたいなやつで、スーパーに作ってあるよね。マスみたいな、ね。タイコブラって名前はいいよね。なんか必殺技っぽいよね。おお、綺麗じゃない。え、これオリジナルでこんな綺麗なの。でもオリジナルすごい雰囲気あるけど。タイコブラエンジニアリングのオフタビア。もう開けてみますか。これは開けてみた方がいいですね。あ、もうさ、この穴からちょっと匂い嗅いでください。どうぞ。あ、うわ、すっごい匂いするこれ。ムンムンですよ。どういうこと。ね、すごい匂いする。うわ、ムンムンだよ、ムンムン。あ、ほんとだ。ねえ。あ、ほらほら、トランスが。トランスついてる。そうそうそう。確かこれで、うん、まあ難しい話だけど、これで位相を反転させて、ゲルマニウムダイオーズで、あの、波形をこう、波形を、こう、倍。これ説明がめっちゃむずい。反転させて、はい、波形倍の音程を出すために波形が逆になって、それが結局ファズっぽい音になるっていう。なるほど。これは分からないですね。分からないですね。はい、はい、はい。まあじゃあ全開でいきますか。全開でいきますか。果たしてどんな音なのか気になりますね。タイコブラのオクタビアいきます、はい、オン。すごいね。ほら、地味編っぽい。あ、まあそうだよね
だとさ、うん、あの倍音倍音がかかってすごいな、ね、かなり野蛮な音だね。かっけえ。うわー、これかっこいいな。あれトランスが入ってるってなかなかないよね。まああんまないよね。トランス使おっかなみたいな。いやトランスはそう位相反、うん、反転させた信号を使いたいっていうだけだから。あ別にあのトランジスタでも作れる。なるほどね。これはいいですと。これ気持ちいいっすね。これがオリジナルなんでしょ。これがオリジナルなんだろうね。見たことないし。ついに見ましたね。見ました。そして弾きましたね、はい、やっぱさ、この時のアメリカ製でも日本のパーツ結構使ってたりするんだなっていうのが面白い。 あれじゃない、安くて信頼の日本製でもでしょ。でもさ、ジュネってさ、うん、まあこれもそうだし、新鋭のさ、ユニバイルとか、はいはい、日本製なわけじゃん。意外と日本製のコンデンサーの方がいい音してんじゃない。意外と日本製のコンデンサーの方がいい音してんじゃない。実はちょっと新たな境地に入っていくパターンですね。ジミヘンは日本製のコンデンサーの音好きだった説が。ということで今日ご紹介したのはお客様からお借りしたタイコブラのオクタビア。タイコブラのオクタビア、はい、タイコブラって他に何かあるんだっけ。なんかフェイサーみたいなのがあるんだっけ。でなんかリードの音とか浮き立たせるのにすごいいいね。うん、キュンキュンしました。キュンキュンしましたね。やはり本物でした。なんかムードっていうかパワーみたいなのがあるね。ちょっとまた新たなエフェクターができるかもしれません。はい、はい、ファンコイさんでした。ありがとうございました。